琉球ドラマナイト閑古鳥の泣く夜。今夜も始まりました閑古鳥の泣く夜、役者の神崎秀俊と作家の小原武史と監督の平和弘です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週は監督のね、平君に来ていただいて、いろんなお話を聞いてるんですが、まあ、3本あるんですよね。あります。とてもチャレンジングなことをいろいろしてるわけなんですが、ありがとうございます。1本目が、まあ、三線有理ですね。はい、で、2本目は ?2 本目は、飢餓図というお話が、はいはいはい、で、これは田淵監督が監督している作品なんですけれども、これもですね、僕正直知らない単語でした、最初。小原さんから原案いただくまで。飢餓図って何って感じで。これ多分ね、沖縄本島の人みんな知らない。知らないですよね。ウリズン的な感じですね。ちょっと違ってますね。イントネーションウリズンですか？飢餓図みたいな。飢餓図だと思う。飢餓図。飢餓図。多分、飢餓図だと思ってました、俺。飢餓図だと思う。あ、飢餓図なんですね。宮古だ。なるほど。これ、宮古島でも島尻集落の話なんですけど、まあ、変死者のことですね。なるほど。自殺したり、溺れたり、火事で亡くなったり、殺されたりした人が、まあ、愚葬に行けずに、まあ、仲間を増やしていくみたいなね。つまり、足引っ張ったり、いろいろこう、人々の命を奪っていくみたいな、そういう存在を飢餓図と言うんですね。はあ。これって、なんか、いわゆる、ま、京国の夏津彦さんの小説とかだと、妖怪っていうのはなんかこう、いわゆる風習とか、そういうものが現実が、なんか、現実化していくみたいな話だったけど、これもなんか、いわゆる、そういう災害とか起こる場所に近づかないためのそういう迷信みたいなのが飢餓図と呼ばれるなと、そういうあれなんですか？そうですね。でもまあ、実際に見た、いうね、がありますから。で、これ特にね、溺死者が取り上げられてるんですけど、なるほど。その、海で溺れた家族がいて、4人、溺死したんですよ。で、それからその、焚き火、夜中に、すっぱらかで、びしょ濡れの家族が焚き火に当たってるんです、こうやってね。で、それを見ると迷わされて、その、見た人はみんな溺れ死んでしまうみたいな。めちゃめちゃおっかないですね。どんな姿形なんですか？だから、もう、溺死者ですよ。いわゆる、溺死体？膨らんでるみたいな、もうなんか、ああ、怖っ。が、家族で、すっぱだかで、しゃがんで、焚き火に当たってるんですよ。そんな飢餓図、なんと、実写化しました。そうですね。はい。今回3本ともですね、私、特殊メイクで、はい、幽霊メイク担当で入らせていただいたんですけれども、かつてないほどの量の、お化けを生み出しました、飢餓図という作品で。ね、見ましたけど。見た。まあ、囲まれちゃうんですよね。そうなんですよ。今回特殊メイク班、僕一人だったんですけど、10人ぐらいメイクしましたね。いましたね。はい。エキストラの方々出ていただいて。壮絶なシーンになってるなと思っております。はい。なかなか面白いシーンだと思いますね。そうですね。うん。やっぱり火と水っていうこの二つの要素が相まって、映像的にもすごく、なんていうんですかね、ちょっとかっこよかったですね。怖いんだけど、あるカット。ちょっと僕も現場でずっと見てたんですけど、すごいかっこよかったです。かっこよかったっていう。はい、誰か見たくなるんやって話ですけど。スタイリッシュな絵が撮れたと。うん、いい感じでしたよ。なるほどね。まあ、そんなトラウマナイトですが、神崎さん、放送日はいつでした？8月9日ですね。はい、夜何時か夜7時55分からでございます。OTB さんです。OTB。ぜひぜひ皆さん。果たして応援されるのか？いや、されます。されますよ。まあ、いつもと一味違うトラウマナイトということで、ね。はい。はい。お楽しみにください。今夜のお相手は神崎秀俊と小原武史と、平和弘でした。夏の夜を怪しく照らす妖怪たちがやってきた。妖怪を見つけてスタンプをゲット。紫村琉球妖怪。いやー、はい、YouTube 版 YouTube 版海で溺れた人って、はい、結構足引っ張ったりするんですよね。もう本当にだから海系が一番怖いです、正直。うん、だってもう
得体が知れなさすぎるし、海の中でやられたらもう人間なんてもうやばいじゃないですか、うん、アウトだし、沖縄なんて全方位海に囲まれてるから確かにね。ああ、まあそんな中でも神崎さんは約9年前に海にちょっとお盆の危ない中入っていただいたんですそうね、もうお盆とか知らなかったですけど、知らなかった、知らないまま行って浮いてきたら怒られる、もしかしたら気がずになってたかもしれない、気がずになってたかもしれない一回ね、その話を聞いたんですけど、はい、小さい頃泳いでて、糸満の海で、はい、足引っ張られたんですって。小原さんがですか？僕じゃない。あ、体験した人ね、で、その時に、下を見るじゃないですか。溺れて、ふって。したら、手だけが、なんか下のサンゴの間から、わーって出てたんですよ。体も何もない。ただ手だけが出てて。手だけ。あれ、いつかね、映像化してほしいな。前からなんかピキンキルやろうって言って、P9、プロジェクト9のね、はいはいはい、大城くんってプロデューサーの人と言ってんですけどね、はい、なかなか予算がね、そうですね、水中撮影大変じゃないですか。ピキンキルっても名前がまたちょっとスタイリッシュですけどね。かっこいい。ピキンキル。ピキンキル。そうですね。あとカッパね。カッパもやってほしいですね。観光鳥で話題のカッパ。沖縄ってカッパいるんですか？いや、もういるんですよ。膝川で目撃証言が多数。多数あります。いわゆるカッパじゃないんですけどね。皿があってっていうんじゃなくて、なんつうの、全身黒くて、目だけこう、睡眠がビーっと出るみたいな。え、膝川の近くに住む日焼けしたじいさんとかじゃない、じゃない。何ですか？膝川のとこに泊まり薬ってあるじゃないですか。はい、 はい、 はい、はい。センターにね。はい、あそこまあお墓ばっかりですよ。あの辺に出るんです。でも、カッパってお墓とか関係あるんですか？だから、厳密に本土のカッパとは違うかもしれない。あ、なるほど。うんうんうん、沖縄でよく言う、その、海坊主っていう、海坊主。あんな感じかもしれない。し、歴史者の例かもしれない。うん、なるほど。カッパって基本的には人に害をなすもの？そう。足引っ張って、お尻の穴からシリコ玉を取るんですね。そういえば、今、この、収録してる日、が、今、7月 23? でしたっけ？ 5 か ?5、うん。あ、今日ですね。はい。世界歴史防止デーらしいですよ。あ、そうなの？そんな、はい、そんなあんの？世界歴史防止デーって、ツイッターで見たんですけど。今日みんなで歴史しないように頑張ろうっていう。そうなんだ。はい。世界では1時間に何十人かが歴史しているみたいな。水難事故やったら分かるけど、歴史ってピンポイントで、世界歴史防止で、本当、ね、本当です。なんか、最近石垣島とかでね、はい、すごい海難事故が多くて、歴史者がいっぱいあるから、具志堅用高の銅像にライフジャケットを着せたっていうね、ニュースもあったし。本当に本当に。すごいですね。でも溺れかけたことやっぱあるんで、僕も。怖いですよ、うん、相当。歴史って相当辛かっただろうな。やっぱ幽霊なるだろうなって。歴史とか少子って、うん。なんか怖いですよね。昔の僕、ボディーボードってわかります？小さい板で。まあ波乗りなんですけど。はい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 、あれでだからね、若い頃ですけど、まあああいう人らって結構台風の日行ったりするんですよ。波がね。危ない、危ない。僕、伊勢になんか友達と行って、その台風の中でうわーってやったけど、はい、めちゃめちゃ揉まれたら、ほんと洗濯機の中に掘り込まれた感じで、ぐちゃぐちゃになって、ほんでパッと、沖まで押し流された。沖ちゃんは岸まで流されて、パッと目についたら、なんかこんなコンクリートがこういう中に収まってるんですよ。ちょうど人サイズに収まる。要はその取っ手が壊れた穴のところにすっぽりはまってて。それで助かった。助かった。あれだからちょっとずれてたら死んでたなっていう。危な。取っ手のコンクリートに頭って死んでたかもしれない。危ないっすね。いや、マリンスポーツ気をつけようっていう話でしたね。うん、最近もほら、遊戯王の作者の方がね。ああ。亡くなったりとかね。だからあれね、あれ巻き込まれるとね、焦るんですよね。あれだから何もしない方がいいらしいねんけど、波に流されるというか、その流されるままの方がいいらしいけど、やっぱもがくと、うん、もがくともがくとどんどんどつぼにはまっていく。だって、洗濯機の中に放り込まれて着られるかって話ですよね。まあ、そうやね。確かにね。まあ、俺はあれだよね。まあ、台風の日に行くなっちゃう話なんですけど、気温はね。シュノーケリングとか気をつけないといけないですよ、この時期皆さんね。本当に。まあ、歴史者の話はね。いっぱいあるんですよ、沖縄。やっぱ海に囲まれてるからね。え、魚
サメの幽霊とかいないですか？全然関係ない。サメの幽霊は、サメを助けたから、はい、サメが守護神になった家ってのはあるんです。俺沖縄でいつかサメ映画撮りたいんですよね。おお、幽霊関係ないけど。映画的にね。そうそうそう。サメってなんか。サメない、上手的なやつ？パニック映画。そうそうそう。ちゃんとサメ映画。ちゃんとサメ映画好きなんで。ちゃんと。サメが、井戸の中から出てくるとか、そんな。ああ、怖いですね。なんか沖縄の実は水脈で繋がってたみたいな。そう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 。あ、なるほど。ちょっと新しい。面白くなさそうだな。井戸、シャーク・イン・ザ・井戸みたいな。井戸から出てくるね。ああ、井戸から出てくるのか。なんかいろいろあるよね。なんか、トルネードの中に。トルネードとか、ね、シャークがいるとかね。サメがいっぱい飛んで襲いかかってくる。そうそうそう。トルネードシャークシリーズ。そうそうそう、見た見た見た。すごいですよね、今。CG の VR のサメが襲ってくるみたいなのもありますよ、今。いろんなバージョンがあって。何やったっけ？ジョーズ 3D っていうのがすごいしょうもなくて。マイケル・ケインが出てたんですよね。ああ。ジョーズ 3D。で、マイケル・ケインに、そのインタビューした時に、うん、この映画の出来についてどう思いますかって言ったら、うん、この映画私は見ていない。その代わり、この映画に出たお金で、私たち家族はどこどこに旅行しましたって言って、立派なプロだなと思って。いいですね。もう何も褒めてないですけど。そう。何も答えてない。ジョーズは2までですね。いや、そうですね。もうでも、ジョーズを超えるというか、もう全然違うジャンルのサメ映画にした方が、もうジョーズはあのジャンルで勝てないですからね。もう最強すぎて。ジョーズ以前のサメってどういう印象なんですか？映画の中で。あれでやっぱ決定的になったな、ああいうイメージ。人食いザメって。まあ、あんまり人食いザメ出てくればないよね、それ、ね。ないと思う。でも、なんか、あれですよね。それこそ、フック船長とかワニに食べられたりとかだから、なんか昔は海の中で怖いものイコールワニとかのイメージはなんとなくある気がしますけど、サメって確かにない気がしますね。海賊船のあれとかでも。なんか、50年代かなんかの戦争映画で、船が沈没するんですよ。はい、で、生き残った、その乗組員が一人ずつサメに食べられていくってシーンがあったのは覚えてるんですけど。俺、あとあれ怖かったっすわ。ホタルの墓。あ、ホタルの墓じゃない。あれ何だったかな、対馬丸。対馬丸。対馬丸のアニメが怖くて、あれでおばあちゃんがサメに食われるんですよ。ガダーって。トラウマですよ。そうですよね。アニメで。おばあちゃん食うんだと思って。容赦ないからね、ああいう人が言ってね。沖縄ではサメに関する話は結構あるんですけど、うん、サメの幽霊というのはないですね。まあ、そうですね。サメのお腹から手が出てきた話はあるんですけど。虫ちゃんで。言ってましたね。実は。実は実は。これ年代とか誰がやったかって家系図も残ってて。サメを取って、お母さんが捌くんですよ。女性が捌くんですけど、捌、はいはい、いてたら胃から手が出てきて。で、おじいがそれ見て、あの、この手は、ちゃんと葬らないといけないと。はい。で、葬ってたら、ある時、その、知念その海野からおばあちゃんが一人やってきて、はい。実は、私の娘、息子が、はい。海に出て、行方不明になってると。はい。で、行方不明になる前に、なぜか、手の絵を描いて、タンスの中にしまってたと。で、ユタさんに行ったら、あなたのその息子さんの一部が、グシちゃんの何々っていうところにあるから、行って回収してきなさいって言われて、行ったらちゃんと祀られてたんですよ、手が。マジっすか？うん。それがグシちゃん尊師にちゃんと載ってんですよね。いやもう、神崎さん、すごいっすね。俺、サメ映画の話振ったら、ちゃんとトラウマナイトというか、観光ドリップっぽい話で着地しましたよ。まさかここに落ち着くと。全然違う話題をどんどんぶっ込んでいこうかな。すごいですね。そういう話は。怖かった。素晴らしい。これでも知識は海より深いから。投げると何でも返ってくるんですよね。サメのように。サメのように。サメそのぐらいかな。いやいやいや、十分でした。あとサメドンって人がいます。サメドン名前。あ、それ名前かい。サメドンって、サメに、殿下の殿ってからね。これは、まあ、昔話の主人公ですね。サメドン。うん。サメドンか。ぜひまあ、沖縄でサメ映画撮ってほしいですね。わかりました。主人公の名前はサメドンにしたんで、あだ名は。今そんな名前にしたらいいけど。
ます。まあ、映画の企画が決まったところで。はい、そうですね。2028年ぐらい公開でしょう。長、はい。今夜のお相手は神崎秀俊と小原武史と平和弘でした。YouTube のチャンネル登録、高評価、Twitter のフォロー、よろしくお願いします。ポッドキャストも配信中。詳しくは概要欄まで。